死の切吻は、アイラ・レヴィンの長編ミステリー小説。23歳になったばかりの時に完成した諸女小説であるが、1953年に発表されると大きな反響を呼び、翌1954年のエドガー賞諸女長編賞を受賞した。しかし小説家としては佳作であったレヴィンは、後に劇作家として活動し、2作目の小説、 ローズマリーの赤ちゃんを発表したのは1967年であった。本作の主人公は貧しい、生まれながら、才覚と美貌に恵まれた野心家の青年で、財産目当てに大富豪の三人の娘を、次々と手玉にとっては、都合が悪くなると殺していくが、最後には破滅してしまう。己の野望のために手段を選ばない、主人公の非情さから、ドライサーの、 アメリカの悲劇の推理小説版、あるいは現代のジュリアン・ソレルと評される。主人公の標的となる3人の姉妹に対応して、ドロシー、エレン、マリオンの3部から構成されているが、一部が主人公の視点からストーリーを追う、登場の形式を取りながらも主人公の名前を明かさず、2部では事件の真相に迫るエレンの視点に移るために、 犯人が誰かは読者にも読み進まなければわからないという手法が用いられている。これは小説ならではの手法であり、後日の映画化作品では再現されていない。1956年と1991年に映画化されている。いずれも現代は原作と同じである。ありがとうございます。